ば最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。あ、はい、かしこまりました。ナミ長。2時間ほど前、ジョーから電話があってな。あいつ、榊の組員を弾いちまった。頭が？今、ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやさん。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無職暮らし、喜んでやらせてもらいます。行くか。18年後、東条会荒川組春日一番。彼は信じていた。恩人や仲間たちが喜んでくれる姿を。お待たせしました、春日一番。ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやっさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。すまねえな、イチ。死んでくれ。あの夜、うん、どうした。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。はあ、横浜を支配する三大勢力、偉人さん。同胞以外は全て敵。中国マフィア、ハンピン・リューマン。やあ、春日くん、元気？クモの巣と呼ばれる要塞に住む姿なき組織、コミジュル。我々はメンツで生きてる。偉人町裏社会の支配者、横浜最大の極道組織、青龍会。
なりそうだな。人生は冒険だ。どうせなら反対。どん底からやってみろ。最後にはてっぺん取ってハッピーエンドよ。ドラクエみてえにさ。